森の中をゆっくり歩く。自然の中に身を置くことで心身が癒されます。うわ、綺麗だねこれ。素晴らしいわ。絵はがき、こういうあれあるじゃん。あのこれすごくない？ちょっと写真撮ろう。ちょっと撮ろう撮ろう。あ、本当に。あ、すごいすごい。写真撮ってください。写真撮ってください。花見した。これは地域の資源を活用した森林セラピー。森林浴を医学的に解明して心や体の元気を取り戻します。パワースポットです。パワースポットです。触ってください。島根県飯南町で行われている森を生かしたこの癒し事業の取り組みは、町の地域資源を活用したプログラムを提供し注目を集めています。飯南町は中国山地のほぼ中央に位置し、標高およそ450メートルの高原地帯です。周囲を1000メートル前後の山々に囲まれ、総面積の 90% を山林が占めています。山間地でありながら、出雲の国風土記にもその名が残されている寿山や神戸川を有し、古くから飲用交通の要衝として栄えていました。しかし時代とともに人口が流出し、過疎化の波には逆らえませんでした。平成17年に飯市郡赤城町と富原町が新設合併して飯南町が誕生すると、中山間地域の特色を生かし、自然と共生した産業振興を進めることになりました。合併当時から飯南町の観光事業の牽引役を務めてきた三島さんにお話を伺いました。最初にこの観光協会、まあ、もちろん17年に合併して飯南町になった時にはなかったわけなんですけど、まあ、今までおのおのの各ホテルとか宿泊レストランとかが独自で宣伝されたりとかですね、そういうのをされてまして、で、それはやっぱり、まあ、特別な観光地がない飯南町であればですね、複合させてやるっていうのがですね、やっぱ必要なんじゃないかなっていうふうに思っておりまして、やっぱり観光としてツアーができる形っていうのをまず整えてからっていうのを、まあ、最初に1段階目は持ってきて、でそれから、まあ、付加価値っていう形でですね、心理セラピーっていうその癒しっていうものをもうどう付け加えていくかっていうような動かし方をこの5年間はしてます。これも5回繰り返します。呼吸を。森林セラピーは森林の地形や自然を活用した医療、リハビリテーション、カウンセリングなど、森林環境を総合的に使いながら健康を増進していく取り組みで、森林レクリエーションを通じた健康回復、維持、増進活動として近年日本でも注目されてきました。うちの町も約9割が森に囲まれているということで、昔から林業はすごく盛んな町ではあったんですけども、ここ10年20年ぐらいから財がすごく落ちまして、で山をこう興味ある方とかですね、実際やられる方っていうのがだいぶ激減しまして、で、まあ、そこでですね、ちょっと視点を変えて、まあ、林業ではなくですね、やっぱりこう観光の一つとしてですね、飯南町は9割も森があるのであれば、それを生かした産業づくりということで、まあ、心理セラピーを導入しようというようなことでスタートしました。飯南町は森林セラピーの普及に取り組んでいる NPO 法人森林セラピーソサエティから平成19年に森林セラピー拠点に認定され、飯南町森林セラピーがグランドオープンしました。それでは森林セラピーを体験してみましょう。飯南町森林セラピーガイド宮野さんに森を案内してもらいました。ここチップなんですね。そうですね。山の間伐材とか倒木を利用して足に優しく歩けるように敷き詰めています。森林セラピー拠点と同時にセラピーロードも認定されています。この県民の森は以前から人の手が入っており、初心者の方から山に慣れている方まで、人に優しいセラピーロードとして評価が高いといいます。
三重野さんは以前から森の案内人として活動していましたが、飯南町の取り組みに共感、森林セラピストの資格試験に挑戦し合格してセラピストになりました。飯南町には現在10名の森林セラピストが森林セラピーガイドとして登録されています。あ、なんだこれ、あの杉平竹ですよね。これ根っこだけに生えるんですか。すごいですね。杉の木の枯れた杉の木にどういうわけか生えますね。森林セラピーの森林散策はセラピストが利用者と相談し、利用者に合わせた散策方法を提案します。基本は人間の持つ五感、見る、聞く、味わう、香る、触る、それらを十分に発揮しながら体全体で森を感じることです。三重野さんに杉の大木の下に横になることを勧められました。まあ、この間何か物覚えにしているのがいいかと思いますか。何にも考えずに一番いいかは分かりませんね。森林セラピーは散策ばかりではありません。森林散策の事前事後の健康チェック、さらに山間高齢地である飯南町で作られた高原野菜を使った体に優しい食事、そして町内にある温泉を組み合わせ一連のツアープログラムを行うことで高い癒し効果が得られるようになっています。飯南町にはトンバラ天然炭酸温泉、光明石温泉、加田温泉などの温泉地があり、健康増進ということでも以前から県内外の観光客が多く訪れています。このような温泉は重要アイテムとして森林セラピーのツアーにも取り込まれています。あの自然を満喫できるようなあの方ことで、あの来ていただきたいなと思っております。はい。広島と松江を結ぶ国道54号線沿いにある道の駅赤城高原も飯南町の拠点の一つです。ここでは地元食材を使った高原野菜料理が人気で、旬の地元産野菜をたっぷりと使った料理が楽しめます。飯南町の森林セラピー事業を民間の立場から支えているのが、この道の駅を経営しているフロンティア赤城です。森林セラピーっていうのは営業やってきますので、旅行業を持っていかないといけない。旅行業を持っていくと必ず何ですか、金銭的なものも出てきますんで、それは行政でできないんで私のところでやりましょう。許認可を取るにしても旅行業を出すとすれば行政はできないんでというポジションですね。だから長い歴史の中で町づくり会社として認められておったと。だから行政もここにお願いしようということで一緒になってきたということですね。平成23年4月、森林セラピーのための拠点施設として宿泊施設森の巣が改修整備されリニューアルオープンしました。この施設ではストレス度などを測る身体測定機器を置いた相談室や、長期滞在者のためのランドリールームなどが整備されています。また玄米、菜食を中心とした食事であるマクロビオティック料理が提供されています。島根大学でまちづくりを学んだ田辺さんは福井県出身、リニューアルした森の巣の従業員として立ち上げから関わってきました。森のホテル森の巣はもう本当に家族のような、ご親戚のような感じで温かくお迎えしたいなという思ってますので、ちょっとしたあの森の話とか、そういったあのスタッフと話す時間をちょっとでも持ってもらえるようにしてます。こうした飯南町の森林セラピーを中心とした観光振興事業は、官民が手をつなぎ二人三脚で進んでいます。おはようございます。今日は医師と歩く森林セラピーロードと題したイベントが行われました。参加した観光客はほとんどが県外の人です。こうした企画も官民が一緒になって考え販売しています。いつ
も皆さん多分人のことばっかり考えると思いますから、今日は自分のことだけを考えてですね、自分の元気になるための健康づくりのことだけを考えて、まず行ったのは健康チェック。自分の健康状態を確認します。そして軽いミーティングと準備運動を行い散策へ向かいます。先導するのは森林セラピストの板木さん、同行するのは飯南町で病院の院長をしている安田先生です。そしてセラピーロードで森の中に入っていきます。あの森の奥に入ってきたので音も静かになってきて、あの空気も少し変わってきたのを感じてください。山の芋です。カムガンそのままそのまま本当ですね。よろしくお願いしますだね。生きてるというあれが出てきて分かるんだ。森の中に包まれてみんなが自然にリラックスしていきます。その後森の奥でちょっと休憩します。本当に少しゆったりとした気持ちでこう散策していくっていうのは、無意識のうちにも抵抗力とか疲れを取ってくれるという効果が期待できる。一昨日なんですけど急遽友人に誘われて、えそんなあるんだって、行く行くってから来たんですけど、本当来てよかったです。私もまあ新聞を見て参加したんですが、こんなに素晴らしい自然の中いうのは今まで経験したことがないから感動して、森林散策が終わったら再び健康チェック、自身のセラピー効果を確認します。今回イベントとして森林セラピーに同行した安田先生に伺いました。まあ、今、産業振興課を中心にやってる森林セラピーの事業を町全体で、取り組む、町民も本当に自分たちの町の大きな事業ということで、町全体で関わっていける事業に、なっていくといいなというふうに思いますね。こうしたイベントは季節ごとに企画を立ち上げツアー商品として売り出します。またインターネットのサイト飯南町攻略サイト里山マニア、ネットショップ里山マニア商店を管理運営し、利用客の確保を図っています。飯南町の森林セラピーを中心とした産業振興事業は、さまざまな地域資源との組み合わせにより過疎の山村に新たな産業が創出されていることなどが評価され、平成22年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。今のこと、今はもう遅いんです。今のことを森林セラピーも5年前でしょ、ようやく軌道の対象で、それをどう伸ばしていくかってこと。今から始めたら絶対ダメです。だけど今から始めておかないちゃいけないというメニューは飯南町にはいっぱいあります。それを具現化していくのがまた楽しいです。5年間かかって基盤がやっと整ったっていうところですから、まあやっとこれからじゃあセラピーとしてどうなのか、じゃあ宣伝方法どうなのかとかですね、スタッフはどういうふうに動いていこうかとかですね、まあこれからちょっと話し合ってですね、まあ今が一番あれですかね、楽しい頃合いかなと思いますね。もういつでも迎えられてとか、なんか発展的なことしか今はこう頭の中で浮かばないっていう感じですから、過疎が進む山間地域における次世代の新しい産業として大きく期待されている飯南町の森林セラピー事業。地域を愛する住民たちの思いから生まれた発想は、みんなの笑顔へつながり、この町を訪れる人の心を豊かに癒してくれることでしょう。